それでは先ほどご講演いただきました先生方にもご登壇いただきます。よろしくお願いいたします。まずはですね、事前に、いただいていた質問からいきたいと思います。私は実はこのお話すごく気になっていまして、まずはこれからご紹介します。最近よく耳にする血液一滴から複数のがん検査ができる検査法の有用性と活用法を教えてください。血液検査で分かるという、はい、この点について私の方からご回答申し上げます。まだちょっと実用化まで至ってないんですけれども、現在そうですね、13種類だったかな、がん種に関してですね、血液的で診断ができそうということで、詳しく申し上げると、マイクロ RNA といって、かなりですね、遺伝子の情報の中でも相当微細な、さっき私、がんは遺伝子の、ね、傷がついた異常で起こる病気ですとお話をしましたけれど、その部分のもうごくごく微量のものを検出しようということで、かなり大勢のですね、何千人だったかな、ちょっと詳しい数ごめんなさい、具体的に答えできないんですけど、患者さんの血液のご病気の方たちですね、を血液を利用させていただいて、どこの部分の異常がある方たちがこの病気を持ってらっしゃるのかっていうことを研究されたものなんですね。でも先ほどちょっとゲノムいろんな検査をどこの異常なのかっていうことの研究を進めてますとお話をしましたが、その一部分のものですね、もうごく一部なんです。そのがんの原因遺伝子となっている部分のいくつかの部分を検出できるようになったということなんですね。なのでざっと申し上げますと、万能ではまだないと、全部ではないということはお伝えしておきたいと思います。あともう一点ですね、何でも検診そうなんですけれども、私たち感度得意度といって、がんの患者さんががんだと診断できる力と、あともう一つはがんでない方たちにがんですよって言ってしまうの困りますよね。これを得意度と言います。でこの、検査はですね、100人の方に受けていただいて、がんでない方にがんかもと言ってしまう可能性がまだ 3% 残されています。だから今日そこってすごく重く私たち捉えるんですね。で多分その3人に、ね、私がなったとします。で怖いかんと思っていろいろ検査受けますよね。けどいくら調べてもがんは見つかりませんということになります。怖くないですかっていうとこなんですね。ですから、何でも検診も実はそうです。二次検査の紙回ってきたらびっくりするじゃないですか。で二次検診行って、良性のもんでしょうね、また来年また見ましょうって言われると、1年間不安に苛まれる方も中にはいらっしゃると思うんですよね。で結構きつい検査もあります、痛い検査とかも。なので、一般的な検診もそうですけれども、ないものをきちっとないと言えるっていうところも非常に大事ですし、この 3% のもみっていうのは忘れないでいただきたいと思ってます。あともう一つは、ごく一部今の段階この時代で分かるようになったものを検出できるようになったと、そういうことです。よろしいですかね、お願いします。その3人に選ばれたら本当に怖いですよね。徹底的に調べてもやっぱり出てこない。先生だったらどうします？その3人になってしまったら、いやちょっと告白しました私ですって、もう40超えて何年かなりましたので、実は最近人間ドックに行ったんですよね。で見てみると、ちょっと怪しいとかいうのがやっぱり、いいでしょうという結果で帰ってきたんですよ。嫌ですよね、なんかね、大丈夫、医者でもやっぱそう思いますので、でも私ですね、ちゃんと検査を忙しい忙しい言わんようにしようと決めました、だから土日とかでも対応してくださるような、例えばね、それこそ平先生のところの高木病院さんとか、ああいうところは土日も対応してくださったりしますので、お金を使うぞと気にはなってるのと、ちょっと皆さんね、ちょっとご家族の方たちにもお伝えいただきたいのが、お金のかけどころってぜひお願いしたいんですよね。もう一生懸命がん保険入っていらっしゃる方おられますけど、もう時々思うんですよ、3枚ぐらい持ってこられても何のためにこんなかけてやるんかなって。よりかもう本当に早期発見の検診、もしくは体作りですね。2人に1人がんになる時代、もうこれだけ年取っちゃってますので、私も含めて。なので、ならない体づくり、なっても戦える
体を作るためにお金は費やしていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。とても可愛い先生なんですが、ドヤ顔で言ってくださって、お金を使う自分のためにですね。はい、さあそれでは続きまして、もう一つちょっと質問いきます。抗がん剤にプラチナを使ったものがあると聞いたんですが、本当ですかと。多分これは金とか銀とかプラチナとかそういう話だと思うんですよ。美肌作りに真珠の粉をこうで飲んだらいいとかいう話も聞いたことあるんですが、これはどのと先生に。連投ですいません。ですね、プラチナ系抗がん剤というのはございます。なんとかプラチンという名前がついているお薬で、シスプラチンですとか、大腸がんでいうとオキサリプラチンとか、まあ、胃がんでも大腸がんでもどっちも使うんですけど、プラチナっていうのは原もう科学の話になります。プラチナって P って書くんですよね。 P ってでとか書くとかあるかな、ならあったあった、科学お勉強されてました。私ちょっと科学苦手だったんで、ちょっとあれちょっとあれなんですけどね、間違っとったらごめんなさい。 P ですね、プラチナ。あえPTRPT、そうそう、プラチナあって、あのカメノコの元素記号あるじゃないですか。でこれに、これアンモニアなんですけど NH3 ってのはですね、に酸素基だったかな。こういうのはですね、プラチナ基といいます。プラチナを核にして作った化合物なんですけれども、これがこれシスプラチンの分なんですけど、オキサプラチンまたちょっと形が変わっていて、くっつけてるものがですね、なのでプラチナ元素を使った抗がん剤っていう意味合いになります。これどういった働きしているかというと、 DNA って複製するってなんか見たことありますか。がん細胞分裂するときに DNA がこうどんどんコピーをされていくんですけど、そのコピーする過程をですねブロックするような、分裂する過程のところでクロスリンクって言い方するんですけど、もうこれ以上がんの遺伝子増殖しないでって入り込むような作用をする抗がん剤になります。なんとなく伝わります。使ってはいますけど、純正丸々のプラチナではございませんという答えです。はい、ちょっと難しかったんですが皆さん分かりになられました。いずれにしてもこのプラチナはまだ効果としては、あ、いや効果というか、そのプラチナを利用して作った抗がん剤ですので、はい、ですのでプラチナを丸々お飲みになったりとかしてもというか、先ほどの美容効果はクエスチョンです、ね。はい、ありがとうございます。ちょっと関連しまして、漢方薬それから民間療法の効果についても教えてください。多分これは代替療法についてだと思うんですが、どなたか先生お願いできますか。民間療法、漢方薬、広橋先生得意そうですよね。お願いします。抗がん剤の治療の時にですね、どうしてもやっぱり食欲が落ちたりとか体力が落ちたりとかですね、そういう時にやっぱり漢方薬は、副作用もそんなにないのでですね、よく使います。あるのは補中液糖とかいうお薬とか、従前代補糖とかですね、人参養栄糖とかですね、その方の、その気っていうかですね、そういうのに合わせてどれがいいかなと思って、その若い先生はなかなか漢方薬をですね使い慣れてないので、僕ら50代60代の先生ぐらいになるとですね、結構そういう漢方薬を使ってですね、そうすることによって、西洋薬と違って、その例えば風邪薬に対して風邪のお薬、風邪に対して風邪薬を使うっていう、対照的なものではなくて、全体の、細胞のですね活性化というかですね、活力を上げて、そういうことによって免疫力も上がりますし、それで食欲も あって体力もあってっていうことがですね、やっぱり副作用を抑えて治療を続けていくためにはですね、やっぱりいいかなということです。ちょっと飲みにくいっていう、普通は粉末にしてるんでですね、飲みにくかったりするんですけど、もともと漢方薬というのは生薬を煎じて飲むやつですから、もともと液体なんですね。だからお湯に溶かしてですね、なかなか溶けませんもんね。でこう混ぜても溶けな、下にいさっとるなっていう感じになるんですけど、15分ぐらいそこに置いて他の仕事して戻ってくると溶けてることが多いのですね、そうやって飲んでいただくとさほど飲みにくいってことはないのですね。
まあ、併用して使うことはよくあることです。ありがとうございます。でも多分このご質問ってですね、漢方薬の効果についてということだったので、もしかするとその東洋医学とか西洋医学の考え方の違いで漢方薬でがんが治りますかというご質問なのかなという気もするんですね。またそれから漢方薬の専門の先生と、それから西洋、その例えばがんの手術をしたとか今、治療をしていますとか、先生を2人分けるっていうのことについてはどのようにお考えになられますか。まあ、漢方薬と西洋薬は全く違うものなんでですね、その分けるっていうか、まあ、僕らがやってるのはもうほぼ西洋薬なんですけど、ただがんに立ち向かうときに漢方薬だけでは立ち向かえないっていうかですね、やっぱりちょっとそれだけでは難しいと思いますので、まあ、やっぱり西洋薬に補完する形で漢方薬は使うということになるので、がんに対して漢方薬だけではとても太刀打ちできないかなというふうには思います。はい、ということは、まあ、副作用が少し対策があるというところに、まあ、漢方薬補助的に使うという考え方でいった方がいいというご意見です。先生のお話で大丈夫だったでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと一つだけ補完させていただくとですね、必ず先生別の先生におかかりになったりとか、時々薬局さんとかでも調合してくださるとことかあるじゃないですか。特に薬物を使う立場からするとですね、本当に使い合わせ、一緒に使うとよろしくないサプリメントとかが本当にあります。多分この中には血液サラサラワーファリンとか使ってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、クロレラダメですよとかね、グレープフルーツやめてくださいとか言われることあるかと、それと同じことが抗がん剤でもあります。なのでこんな言ったらなんか先生のこと信用しないでこんな勝手に他のとこかかったりとかしてたらねとか思って遠慮されると、何かよろしくないことが起こった時に私たちは自分たちが処方しているお薬でもっと起こっていることと解釈しますので、本当は効いているお薬を変更になってしまったり、お薬の量を減らさないといけなくなったり、それだけで済めばいいけれどね、合併症を起こす、引き起こす原因にもなりますので、使いたい時は必ずおっしゃってください。そこだけお願いしたいと思います。ありがとうございます。主治医の先生に必ず伝えるということですね。わかりました。さあ、それでは続いての質問なんですが、先ほどいただいた質問です。親族が大腸がんです。食欲がものすごくあります。認知症あり、70歳女性です。しかし体重減少が著しい。どのような食事内容が有効ですか。これは小根森さんにお話を伺っていいですか。はい、ですね、先生方の話もあったんですけれども、体重が減るのはある意味仕方がないというかですね、はい、それがあります。ですので、まあ、体重を減るというよりは維持させる方にですね、していただく方がいいのかなと思います。で、食べるのはしっかり食べてらっしゃるっていうことだったんですけど、あと食べる内容とかですね、それも問題になるでしょうし、あとは私今回食べることだけお話したんですけれども、食べてですね動かなかったら身につかないんですよね。はっきり食べて食べるだけ食べて、まあ、今の方は痩せていくって言われたんですけれども、太っていく方は今度は筋肉じゃなくて油がついていきますのでね、それがいいかって言われたら、まあ、それでも体重増えた方がいいって方はそれでもいいかもしれないんですけれども、やっぱり全身的なことを考えたときは筋肉のが増えた方が嬉しいですので、まあ、食べるのしっかり食べて、そして少し体を動かす、激しい運動する必要は全くなくて、ちょっと散歩するとかですね、そんなので体を動かすことによって身につけるっていうのもありかなと思います。ただあとはその大腸がんとかでありましたら、あとその吸収の問題とかもあるでしょうから、そのあたりは病院の主治医の先生とよくご相談された方がいいかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。合わせてですね、もう一つご質問がありまして、味覚の低下、食欲低下により体重が下がってしまった、少なくなってしまった、ご飯やうどんは食べられるんですが肉は食べる気がしない、何を食べるようにしたらいいでしょうかっていう質問なんです。大変難しいんですけど、先ほど言いました主菜ですね、肉だけが全てじゃありませんので、食べられるものがあれば魚でもお豆腐でも卵でもですね、構わないわけですね。でうどんとかご飯を召し上がることができるんでしたらですね、まあ、先ほど言いましたけども、本当おじやとかにしてしまって野菜と卵をかけてですね、卵で閉じたようなおじやにしてもらったらもう十分食べれるわけですよね。うん、お肉は確かにお肉の栄養として非常にいい、タンパク源としてもいいですしですね、まあ、元気のもとっていうことで食べる方もいらっしゃるけども、
それがダメなんだったらですね、代わりのものを食べる、それでですね、しっかり栄養をとっていただければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。さあ続いてなんですが、事前にいただいた質問で、高齢者でリンパまでがんが転移しており心臓機能が低い場合でも治療法はあるんでしょうか。それから合わせてリンパ節転移のメカニズムと治療方法を教えてくださいという。じゃあまず、どちらの治療もあると思うので、外科サイドからの、そうですね、こういったご高齢だったり、もともと体のコンディションがよろしくない方の手術適用についてのお話を由良先生にお尋ねしていいですか。多分胃がんと大腸がんでもだいぶ適用だったり、手術の侵襲度だったり術後の状況は変わるので違うんだと思うんですけど、やはり私たちとしても手術に耐えれるかって大前提の問題で、どうしても最初に来ていただいた時に本当に麻酔がかけれるか、手術に耐えれるか、そういう意味では心電図の検査をしたり、肺活量を測ってみたり、心臓のエコーをしてみたりで、そういうので偶然ながら狭心症というね、心臓の血管が詰まりやすいことが分かったと。それだったらもう心臓の処置が先だという処理も方々も結構いらっしゃるわけで、やっぱり安全にですね、がんの治療をしたけど、がんは治ったけども、その治療で亡くなったらやはり意味がないので、やはり心臓の状態が手術に耐えられない、残念ながら耐えられないというふうに判断になったときには、やっぱり外科的な手術ができないということも実際には起こります。はい。リンパ節転移のメカニズムですね、先ほど少しですねお話の中にありましたように、どうしても体の中には、臓器の中にはですね、リンパ管とか血管とかにかなり入り込んでいます。そしてがんが進行してどんどん深くなればなるほど、そういうところにどうしても入り込んでいて、実際に顕微鏡で見るとリンパ管の中にがんの細胞が入っているのが見えること、そういうところにだんだん浸潤という形で噛み込んでいって入っていく。そしてそのリンパの管に入ったものが今度はリンパの液に乗って、近くから遠くにだんだん飛んでいくことになるわけですね。なのでそういう意味も含めて、治療とすればやはり手術であればですね、病気のところだけではなくて、先ほど言ったお庭となる、リンパ節転移しやすい場所まできれいに取ってくるということが治療法としてなります。もちろん転移をして手術ができない場合には、それこそお薬の治療で血液に乗って薬をやることでリンパにも行き届くようにして治療するという形ですね。はい、すいません、心臓が悪くてとかですね、全身状態が悪い方、手術どうするか、手術をすると前提にしてですね、例えば腹腔鏡手術は全身麻酔がいりますっていう話をしました。全身麻酔ではなくて背中で硬膜外とか、もうこのお腹の部分だけ麻酔をかけると、そうすると、そこを切らなくてはいけなくはなりますけども、全身麻酔をかけない手術をすることができます。それとさっき言ってた標準手術っていうのは、もちろん広い範囲、胃を全部取ったりとか、周りのリンパ節を取ったりとか、大腸もある程度の長さ取ってリンパ節も広い範囲取るんですけども、もうその部分だけを取ると、治る率は下がりますけど、病変はある程度取れると。それで例えば通過障害でこう腸閉塞になったりとかね、便が通らなくなるのを防いだりとかすることはできるんですね。だからその方の状態、さっきいろんな状態でいろいろ変わりますよっていうお話をしましたけど、その方その方に合わせた方法っていうのはある程度幅を持ってありますんで、それでも本当に何もできない、外科的にはできない、手術はできないという方もおられますけど、体にすごい大きな負担がかかる手術からなるべく少ない負担で済ます手術まで一応ありますんで、それはいろんな機能を評価して選択していくっていうことになると思います。薬物療法に関してはですね、一つちょっと覚えていただきたい基準というか目安がありまして、お薬の治療をトライしていいのではと私たちが判断する一つの基準としてですね、やっぱり日頃の日常生活が例えば脳梗塞とかですね、そういった後遺症で動けない介護がいるとかいうことじゃなくって、全身お元気度がそうですね、どなたかの介護を要するような状況
であったりとか、この治療の目的や副作用のことですとか、そういったことをご自身がご理解いただけるかどうかですね、そういったところを一つの基準にはしております。ですので、ただしその例えばがんのために具合が悪くなっておられて、ね、日常生活にも支えがいるという状況の方に関しては、どうにか工夫をしてというかいう形でさせていただいてるんですけど、この分野はまだまだですね、実は日本が世界をリードしてこの研究は進めていかないといけない、状態の厳しいご高齢の患者さんたちにどういった治療を行っていくかっていうのは、まさに今皆さんと築き上げていくべき課題だという状況です。ただいろんな工夫をしながら、若い人と同じ治療は当然しませんけれども、できる限りのことはさせていただいております。ありがとうございます。その治療についてちょっと気になっていたのが、田中先生のプロフィールの中に、日本ではより長く生きるリビングロンガーよりもにちょっと語りがちなんだけれども、よりベタでリビングベタ、よりよく生きる、充実した日々を生きるというふうに先生お書きになられてますよね。そう、治療法についてもやっぱりそういうことを考えて進めていらっしゃるんですよね。そうですね、さっきの人工肛門の選択もそうですけど、あと与田先生が提示してた胃をなるべく残す手術をするとかですね、そういうふうなことが大事かなと思ってますし、今日がんの5年生存率っていうのが出てましたけど、もちろん治ることを目指してやるんですけれども、出てくる指標って、術後にどんな生活をしてます、こんないい生活ができてますっていうふうなのが発表されることってないんですよね。5年生きたって、要は長さだけが指標になってるっていうのは、僕の中ではずっと術後の患者さんと接しててですね、どうなんだろうと、患者さんがんは取って治って生きてるけどきつそうだよねっていうのを、すいません、僕は手術に問題あるのかもしれないですけど、そういう状態っていうのがある程度の割合でくっついてくるんですよね。だからまあどうせ長生きをしていただくなら、よりいい状態っていうのも追求しなければいけないし、それをきちんと評価する方法も確立していかないといかないいけないんではないかっていうのを、だんだん自分が外科医としてのキャリアを積んで年を取ってくると、そういうふうなことを思うようになったんで、そのことをちょっと書かせていただきました。私も生活の質 QOL を下げるっていうのはやっぱり良くないのかなって、1970年物が豊かになった時に、やはり量よりも質という考え方が出てきて、やっぱりこの病気に対してもやっぱそういう考え方が大事なのかなと思ったりするんですね。そういう時に主治医の先生を信じて、自分の状態に合わせて手術なのか薬物療法なのかっていうことも大事なのかなって、そんなふうに思ったりします。さあ、それでは続いての質問なんですが、今度はですね、こういう質問、ピロリ菌は移りますかの質問もあってですね、もう一つピロリ菌に関しては、最近、1年前健康診断でピロリ菌が見つかって除去を完了しました。今年の健康診断で慢性胃炎と診断、すぐに治療をしました。これから、経過観察と言われ、この後胃がんになるリスクってありますかという質問なんです。何でしたっけ、最初のは移りますかというねピロリ菌はですね、やっぱり家族間、移ります。はい、なので、ピロリ菌はどうしてもそうですね、昔今の60代以上、70代ぐらいの方は大体、6、7割の方がピロリ菌いると言われてますけども、それは同じものを食べて同じ箸でつまんでとか、それこそ昔はお母さんが口でくちゃくちゃって崩して食べさせたりだとか、そういうので大体幼少期にすでに感染していると言われているので、家族間でやっぱりうつるんでですね、もし胃がん家族、ご家族の中に同じ環境で育ったご家族の中にやはりピロリ菌がいた方がいるんであれば、やっぱりそれは皆さんやっぱりチェックしていただいて、除菌を考えていただきたいと。で、除菌はなぜ必要かと言いますと、やはり胃がんになる原因が全員がなるというわけではないんですけども、胃がんの原因がピロリ菌というのも実ははっきりしていて、ピロリ菌による慢性的な炎症が、
まあ、ちょっと専門的にこと言うとメチル化というちょっと異常を起こして、それががん抑制遺伝子とかいうのをですね、がんを抑制する遺伝子をもう動かなくなさせてしまう、そういうふうにすることでがんができやすい素地が胃の中に全部出来上がってしまうんですね。それは長年経てば経つほどそういう墓地になってしまうので、それでこそ今中学生になって除菌をしましょうというのが発展するわけですけども、で残念ながら除菌をする、除菌をすれば胃がんの発生率は確かに下がります。これはもう明らかなんですけど、中にですね除菌をしたけれどもその遺伝子異常をこう止めるところまで十分に効果が出ない方も中にはやはりいて、そういうことはやはり胃がんになる確率はゼロではないですね。除菌をしたらじゃあ胃がんにならないかというと、それまでに蓄積されたらそれほど慢性胃炎、いわゆる萎縮性胃炎といって胃の表面がもう変わってしまったところはどうしても戻せないところがあるので、まあ、症状がなければあえてお薬とかそういうのが必要はないんですけど、やはりそれこそやっぱり検診です。例えば年に1回ちゃんと胃カメラを受けて、できやすい 胃袋なんだからちゃんと検証を受けて早めに見つけて内視鏡で削るだけで治療ができればというところだと思います。私の友人でピロリ菌の除去をしたんですが、その後に、ちゃんと病院に行かなくて飲んだから絶対大丈夫だと思っていたら、また胃が痛いのでまた病院行ったらピロリ菌が除去できていなかったということがあって、2回した人がいるんですね。ピロリ菌除去した後は必ず除菌が成功しているかどうかをご確認いただきたいと思います。で今は一時除菌、まあ、最初にお勧めされている薬が一時除菌あって、残念ながらそれで成功しなかった時には二次除菌というのがあります。中には残念ながら二次除菌をしても消えない方がいて、それ以降になると残念ながら保険での除菌はできないんですので、それこそ毎年の検診ということになるんですけども、やはりピロリ菌もです、ね、昔は一時除菌でほとんど消えてたんですけど、だんだんやはりピロリ菌も、まあ、しぶとくてですね、だんだん除菌成功率がちょっと落ちてきてはいるので、しかも除菌した後に大体3ヶ月から半年置いてからですね、その時に正確に除菌できたかどうかは判定できますので、飲んだら安心ではなくて除菌できたかどうかはぜひ確認をお願いします。はい、先生お願いします。すいません、除菌をするとですね、その萎縮性胃炎っていう状態になりにくくなってならなくなるんですけど、逆に酸がずっと出続けるんですよ。そうすると、逆流性食道炎とか起こってきて、胃の上部の胃がんはそれで発生するというふうなこともあるんですよね。だから除菌はまあして胃がんは減らすでいいんですけど、除菌したら検診しなくていいではなくて、除菌してもなるがんはおそらくあります。でとにかく検診を受けていただいて僕を失業させてくださいというのが僕の願いです。よろしくお願いします。そうですよね、早期に発見すれば先生ずいぶん助かる命がたくさんあるんですよね。はい、ありがとうございます。さあそれでは続いての、質問に行きましょう。大腸やその他の腸内のポリープはどのくらいの大きさで施術が必要か、またポリープはどのくらいの速度で成長するものなのか、良性のポリープも放置するとがんになりますかと。あ、すいません文ちゃん、僕がですね、まあ大きさだけではないんですよね。すいません、スライドもうすっ飛ばしたところにあるんですけど、内視鏡でカメラですね、大腸内視鏡で撮れるポリープっていうのがあります。で要はまあポリープって盛り上がってるものっていうイメージなんですね。それのまあ組織っていうか、まあがんだったりとか良性のものだったりとかいろいろあるんですけども、根っこ張ってなければ基本的に撮れると思ってください。大きさだけで決まるものではない。例えば5ミリしかなくても根っこ張ってる、まあもうそれ基本がんなんですけど、そういうものに関しては取れなかったりとかします。で大きいから絶対取れないかと、大きくても腸の表面にくっついてる接触面積が小さいとかですね、そういうのであれば取れますし、広い範囲あっても浅いタイプのやつは今技術的に内科の先生たちが頑張って取ってくれますんで、基本大きさだけではないということになります。それと普通の良性のポリープががんになりますかっていうのに関しては、良性のポリープでおそらく数的に多いのは腺腫、まあ、って言われる顕微鏡で見ると
で、それは大きくなってくるとその中から腺がんっていうがんができてきます。だから基本的に大腸に関してはポリープで、取った方がいいとカメラの先生が言ったのにものに関してはきちんと取ってもらうということが大事ですし、今はですね、昔年に1回って言ってたんですけど、基本今は腸のポリープをきれいに取った状態、クリーンコロンっていう状態にすれば、3年に1回ぐらいの検診でほぼほぼ大丈夫だろうというふうに言われてますんで、それでも3年に1回で多分大変は大変なんですよね。でもそれをすることによって手術を受けなくて済むようになりますんで、またまたしつこいようですけど、ぜひとも検診を受けてください。はい、ありがとうございます。確かに大腸がん検診、大腸がんの検診ってたくさん大量の水を飲まないといけないじゃないですか。あれがやっぱり結構苦痛で、途中で断念しそうになりますもんね。でもそれをちゃんとやれば3年間ぐらいは大丈夫と、はい、安心の担保が取れると。分かりました、ありがとうございます。それと合わせてもう一つお願いします。遺伝性の大腸がんについて教えてくださいと。遺伝性の大腸がんっていうのは一番最初に木村教授が話してますけど、遺伝、大腸がん、一般的に言う大腸がん、親が大腸がんになったからなるっていうのに関してはほとんどないと思っていいんですけど、本当に特殊ながんですね、家族みんななっちゃうよ、ポリープがいっぱいできてがんができちゃうとか、あとは本当に特殊な遺伝子異常があって発生するっていうタイプもありますんで、身近な方で血縁ですね、ご自身の血縁者の中ですごい若い時にがん、大腸がんになった人がたくさんおられるとかですね、そういう方に関しては遺伝性の可能性もありますんで、しっかり検査を受けていただくっていうことが大事かなと思います。ただ頻度はそんなに多くはないです、それに関しては。じゃあやはりまずは木村先生がおっしゃったように喫煙は絶対ダメと、それからお酒も2合でしたっけぐらいまではいいけどみたいな、そのストレスだったりとかかからない生活習慣を変えるっていうことも大事ですよね。睡眠、それから、運動でしたっけ。はい、先生、広橋先生は桜マラソンを7年間走っていらっしゃるんですが、やはりそういったこう健康を考えて走っていらっしゃるんですか。ちょっと関係ない余談な質問なんです。いや、健康を考えているわけじゃなくてですね、走るのは簡単ですからですね、基本的に短パンとTシャツがあれば走れるんで、その話ですけど、やはりですね、治療を続けていく上でですね、筋肉の量は 大切です。で、例えばもうきついからって言ってですね、例えば治療中にちょっときついからずっと寝とるとですね、動かないとどんどん足の筋肉、腰の筋肉どんどん衰えていきますよね。そうとやっぱり筋肉の量がないと 体力っていうか抵抗力っていうかですね、そういうのは落ちていきますので、やはりきつくてもある程度動かないと筋肉の量は維持できないのでですね、きつい時はそんなに動く必要はないですけど、きつくない時はなるべくですね、運動する歩くことがですね必要ですので、そのことはですね、やはり治療を続けている時は心がけていただきたいなと思います。はい、適度な運動、本当に筋肉をつける上で大事ということですね。余談なんですが、私桜マラソンの10年ほど場内アナウンスしてますので、まだ来年もご参加お待ちしております。はい、さあそれからですね、続きましては、免疫チェックポイントの薬について教えてください。どのような悪性新生物に効くのですかという質問なんですが、はい、じゃあ私の方からお答え申し上げます。ですね、これからお薬ですね、がん治療薬というのは今までは胃がんに対する治療開発、大腸がんに対する治療開発、どのがんにこの胃がんの患者さんに集まっていただいてお薬の効果を検証してでしたけれども、これからはそうではなくて、もうそれこそ先ほどの遺伝子、どこの遺伝子異常なのかというところからお薬もそうですし、免疫チェック阻害薬等も進んでいきますので、現在保険承認になっている効果が確かめられているものもですね、もう非常に広範囲です。
実はですね、血液のがんでも免疫チェックポイント阻害薬を使用するような時代に入ってきています。なのでもうこのがんです、このがんですという時代はもうすぐ終わります。どこの遺伝子異常でできてきたがんですになるので、だから例えば肺がんの患者さんと胃がんの患者さんがおられたとしますよね。でも傷がついていた遺伝子が一緒だとなれば、今は胃がんの患者さんに肺がんのお薬使うことなんてありえないんですけれども、これからさっきと言ったのは同じお薬を使って治療していく時代に入っていきます。遠い先の話ではないと。もう実際すでにですね、応用されているものはあります。実際先ほど、田中先生が出してくださったんでしたっけ、MSI の広瀬先生で失礼しました、出してくださったようにですね、もうすでに普通の診療内で始まってます、はい、全然遠くないです、はい、ありがとうございます。なんかがんになっても怖くないなと思いました、はい、続いてですね、手術後のケアや健康管理について知りたいということなんですが、これ漠然と健康管理って難しいと思うんで、先生方に一言ずつお願いしてもいいですか。もし先生がなったらという話から。まあでも先ほど言ったように筋肉を落とさないということが大事なので、よくちょっときついから入院させてくれと言われて入院していただくこともあるんですけども、そのどうしても入院するとですね、看護師さんが上げ前整然でですね、でちょっとその辺ちゃんと階段病棟ちょっと歩いてリハビリしなさいよって言ってもきついと動かないんですよね。そうするとずっと行くたびに、病室に行くたびにベッドで寝てられると、やっぱりそういう状況だとだんだんこうやっぱ筋肉の量が落ちていくので、ちょっとやっぱり抵抗力というか、その薬の効果も落ちてきますし、副作用も出やすくなるんですね。やっぱり自宅にいるとやっぱり自分で動かんといかんのですね。そうするとやはり筋肉の維持ができますので、何にしろやっぱりずっと 寝とるとか動かないっていうのはですね、やっぱり悪いなというふうに思いますので、まあ走る元気があればそれこそ桜マラソンに出ていただくのはいいかもしれないですけど、はい、そう思います。田中先生お願いします。すみません、僕は手術して入院中ですね、患者さんに声をかけるのはとにかく胃の手術もしますんで、よく噛んでください、あとは動いてください、この2つしか基本は言いません。もうバカみたいにそればっかり言ってます。あとは早く帰りなさいですね。で、厚生官入院すると入院期間短くて早く追い出されるとかいういろいろ言われるんですが、基本ですね、皆さん、まあ、今日お若い方ばっかりですけど、落ちた筋肉はそうそうつきません。入院期間ですねで落とした分元に戻すのに若い人でも入院期間の4倍かかると言われてるんですよ。っていうことは入院期間が短ければ短いほど筋肉は落ちない、落とさなければ増やす必要はないんですね。だからいかに落とさないかっていうのが大事で、リハビリ室とかありますけど、自転車こいだりとかいろいろしますが、そんなことするより家帰って階段登ったりとかですね、自分の家でのきちんとした生活をするというのが僕は大事だと思ってますんで、そういう意味で決して病院の都合で追い出しているわけではありませんので、早く帰ってくださいっていうのはそういうことですね。まあ普通の生活をなるべく早くするっていうのが大事だと思います。愛情ですね。わかりました。すみません、ちょっと先生待ってください。実は今日予定では4時で終了予定だったんですが、ちょっと講演が少し長引いてしまいまして、10分ほどお時間をいただきますが大丈夫でしょうか。はい、もしお時間があられる方はどうぞご退室の方は大丈夫ですので、お待たせしました。まあ外科医としては皆さんと一緒で、やはり、適切に、食べれるものをしっかり食べ、栄養をつける、先生がおっしゃったように栄養をつけるということと、適度に動くというところは大事かなと。あえてですね、腹筋をしなさいとかそういうわけではなくてやっぱりできるだけ日常生活そのものがやっぱりリハビリにはなりますので、術後早期といえばやはりご自宅のでの生活をしっかりとしていただければと思います。ただどうしても手術前と同じところを目標にすると結構気持ちがへばってしまうので、
なんかある程度やはり手術前とはやっぱりちょっと違うので、まあ、目標はちょっと下げていただいてもいいのかなと思います。やっぱり元通りに戻らなきゃっていうふうに強く思うと余計に気持ちが焦ってうまくいかないこともあるので、はい、ゆっくり自分のペースに合わせてやっていただければいいかなと。で、長い目で見た時の健康管理というところで言うと、これは健康検診にもつながるんですけど、受診をしていると時々ちゃんと半年ごとに CT を取って、全身見てもらえてるから大丈夫でしょうどうしても思いがちなんですが、ただ私たちは消化器を例えば私たちは胃がんの手術で、胃がんが再発してないかなっていうところをやっぱり中心的に見てるわけで、残念だけど早期の前立腺がんとか早期の乳がんとかそういうところまではなかなか CT で見つからないところも非常に多いんですね。それは自分の健康は自分で守るというのがとても大事なことで、一つの病院で全てがほらできてるわけではないので、足の検診とかですね、そういうところもぜひ引き続き受けていただけたらいいかなと思います。そうですね、そうおっしゃられてもなかなか治療中きついので、そんなね走ったり病院なのみたいな感じになるかもしれないですけど、私も進めてるからですね、一つ言えることは、先ほどプラザゲのお話が出ましたが、しびれるんですよね。手がしびれるような鎖とかありますけれども、あれですね、間違いなく普段の作業ですとか、臭い質的な感じだとか、あと主婦の方ですとお皿洗い続けてらっしゃったりとか、いう手を使う作業を日常的にされている方は、圧倒的に苦痛になる割合っていうのが、私から見てても少ないですもんね。で、あともう一つ、ちょっとこれはシリアスな話になりますけど、ずっとは先ほど寝てらっしゃる状況が続いて、かつがんを抱えてというお体ですと、血液凝固といいまして血栓も作りやすくなるんですね。これミクラ症候群の論理と一緒なんですけど、で進行した状況であればあるほどそういった状況にはなりやすくなりますので、急変わかりますかね、脳梗塞ですとか肺梗塞といったような形で徐々にがんが進行して悪くなるんじゃなくて、突如としてがんを抱えているがゆえに、動いていなかったがゆえに起こしてしまう合併症で急変されるということが実際起きております。ですので例えば腹筋こう起きるのきついですけど、寝てて足上げることはできますよね、よっぽど腰が痛かったり、たったそれだけでも、そして足パタパタすることができない人ってなかなかいらっしゃらないと思うんですよ。たったこれだけでもふくらはぎが動いて血液は上に上がります。なのでよく患者さんこれはできないできないおっしゃいますけど、できることはいっぱいあります。ぜひぜひちょっとそういったところをですね、一緒に考えていきたいですし、具体的にアドバイスをもっと増やしていきたいなということを進めていきたいと思っています。ありがとうございます。小野森さんも何か一言大体さくらと言われた通りなんですけど、私もやっぱりちゃんと食べるのを食べていただいて、そしてやっぱ体を動かして筋肉つけてもらうというのが一番かなと思います。ありがとうございます。もうそろそろお時間も迫ってきましたので、これちょっと大事だと思います。家族が大腸がんと診断されました。家族はどこに相談したらいいのか分かりません。相談窓口ありますか？あるんです。先生方お願いします。いろんなところに患者支援センターっていうのがありますから、その大きい病院に行っていただいてですね、そういうところの窓口に相談していただければですね、紹介していただけると思いますので、ぜひ大きな病院に厚生とですね大学ですね、そういうところに向かっていただいていただいたらいいと思います。佐賀県の東の方の人は佐賀県病院もありますのでぜひお願いします。がんの拠点病院というのが何個か指定されているんですよね。でそこには基本的には相談支援センターというのがあって、相談をできるようにきちんとなっています。で厚生がん相談支援センターはですね、厚生がんにかかってないといけないわけではありません、だからきちんとどこの病院にかかっている方でも大丈夫ですし、がんを例えば投与するにあたってお仕事のこととかですね、心配なこといっぱいあると思います。投与のサポートとか
基本、あ、すいません、私事で、私外科医なんで、手術のことを考えてる、手術でどうするかを考えてる人間で、なかなか気が回らないところもいっぱいあります。だから実際の社会生活とかいろんなののサポートをそういうところではやってくれますので、そういうところにきちんと相談していただくのがいいと思います。ありがとうございます。それから佐賀県医師会の下にもですね、行政がやっている、佐賀県がやっている、相談窓口が確かあったと思いますので、そちらに行かれてもいいのかなと思いします。ありがとうございます。もうあと3分になりました。それでは先生方に一言ずつ皆さんにメッセージをお願いできますでしょうか。小根森さんからお願いできますか。じゃあ、私の方からですね、私も食事の方でお願いしていただきましたけれども、やっぱり楽しく食べるということですね。食べなきゃ食べなきゃと思うと、やっぱりご本人さんも苦痛ですし、ご家族もですね、苦痛だと思います。じゃなくて、自分が何かやりたいこと、元気になってですね、何かやりたいことっていうのを考えるためにもですね、その体力をつけるためにも、食べられるものをしっかり食べていただけたらと思います。僕らのところにですね、特にある まあ、この話はちょっと違いますけど、乳がんの方でもうこんな大きくなって、なんでこんなまで来なかったのって聞くと、怖くて来なかったっていう方がですね、まあ、未だにおられます。これだけ情報が、何に対する情報が回っているのにですね、未だに手術するのが怖いとですね、言われますけれども、まあ、手術を しなかったら、もっと死というですね、もっと怖いものがあるわけで、まあ、手術痛いかもしれませんけどですね、そういう怖がらないっていうかですね。で、まあ、そういう家族が気づかなかったのかっていつも思うんですけど、やはりそういう肉親、身内の方にですね、そういう方が来られる可能性もあるのでですね、そういう常にそういう、まあ、話し合いというかですね、そういうのをしていただいて、もちろん自分の健康もそうですけど、家族の方もですね、ぜひ検診とですね、病院に嫌が行くのか嫌がっているような方がいてもですね、誘って病院に行っていただいてですね、早めに発見して治療していただくようにですね、みんなに伝えていただきたいと思います。とりあえずですね、治療方針の決定には正しい情報と、もう一つ治療を、受けていただく方側の情報、考え方、人生観、いろんなものが僕は必要だと思ってます。それを総合的に考えて治療方針を立てるということがいいのではないかと思いますので、その正しい情報を今日来ていただいている方は多分大丈夫、積極的にそういうのに取り組まれているので大丈夫だと思いますけど、あとプラスして自分がどう生きたいのか、どういう暮らしがしたいのかとかも含めて、それを主治医にきちんとぶつけていただいて方針を決めていくっていうふうにしていただきたい。で、最後にもうこれは多分ダメですけど、検診をとにかく受けて僕と会わないようにしていただきたいと思います。先生方の、今までおっしゃった通りで、残念だけど今は2人に1人ががんになる時代で、どんなに頑張ってこんな健康に気をつけてたけどがんになっちゃったっていうのはどうしてもあるんですね。でそれが治る、毎年検診を受けていても進行がんに見つかることもやっぱりありますし、私たちの仕事はもちろん治せれば一番だけども、ただどうしても人は必ずいつかは迎えるわけで、そこの生き方ですね、皆さんがどんな目標にどういうふうに生きたいかっていうのをサポートするためにいるのかなというふうにいつも思っています。それが手術かもしれないし、薬の治療かもしれないし、治療はしなくても、別のサポートかもしれないし、そういうところも男性でおっしゃってましたけども、自分の生き方というか人生観だったり大事にしたいものが何なのかと、そこを全部踏まえて治療で検診を受けて自分の健康ということを考えていただけたらいいかなと思っています。
ちょっとすみません、ご質問に全てお答えできなかったことをちょっとお詫び申し上げます。ごめんなさい、ちょっと喋りすぎました。これだけは言っておかなくちゃいけないということを追加で申し上げます。あとゲノムですね、遺伝子検査官の当院でも対応できるようになりました。保険も使えますですが、ちょっとまだお金がですね、結構かかります。保険診療が効いても、患者さんにまずお支払い、一括でお支払いいただく分が50万弱ぐらいかかってまいります。検査代だけです、これは。でそこから先のですね、治療、お薬がこのお薬効きそうだというものが見つかった場合に、そこまで国が見てくれるかというと、今の時点では保険が効きません。検査までです。ですので、そこから先の費用負担がですね、自費診療になるという点がちょっと今私たちもあらっていうところでした。であと、ただ治験ですね、これから出てくるお薬の治療開発に参加していただけるチャンスっていうのは出てくるかもしれませんけど、それが通える範囲内になるかどうかっていう問題があるかと思います。まあ、いいところ悪いところちょっと一つお伝えしておきたいことと、あと治療に結びつく遺伝子だけを調べているわけではありません。これから開発に向けて、あともう一つ、先ほど遺伝かなり少ないですというお話しましたけれども、ゼロではありません。ですので、調べていただくことによって家族性の腫瘍であるということが発覚することがございます。そうなったときにご自身だけの問題ではなくなってきます、ね、血縁の方たち皆さんに関わってくることですので、医者の立場としては進めるべきことです。病気の早期発見につながります。ですけれども、そういうデリケートな問題もありますので、こういった検査を進めていくときには慎重にきちっと専門家の話を聞いて段取りを踏みながら、チャレンジしていただきたいと思っております。まあ、私も実際自分がですね、まあ、大学なので、お酒飲めるかどうかチェックみたいなのが検査に入ってみたら、あなたは神聖の大酒飲みですみたいな結果が出たんですね。ものすごいアルコールの分解スピード速いですみたいな。なんで、まあ、だろうなと思ってたけど、さあ笑い話で済むんですよ。飲みすぎで気をつけように。でその次に受けたのが、なんか炭水化物制限でみんな成功してるけど全然成功しないな私と思って調べてみたら、あなたは炭水化物ダイエットやっても無駄な体質ですというのが、これも分かるんですね。口の粘膜をゴロッと削って送るだけです。それだけで分かります。そこだけで私やめとけばよかったんですけど、ちょっと調子に乗ってさらにいろいろまた調べちゃったんですね。そしたら、なかなか治りにくいがんになる可能性が人の 2.4 倍ぐらいあるんですね。結果が返ってきたんですよ。まあ、だから先ほど最初に申し上げた検診も毒も行きましたけれども、さっきの 3% の話も覚えててください。うん、いいことばっかりではないんです、調べるっていうことは。ただ医療従事者側からでしたらおすすめしますけど、いい点、その裏にあるものを、いろんなことを考えながら一緒にいい医療を作り上げたいと思います。あと人生会議のことを触れなかったんですけど、家族で話し合いしづらいなっていう時は私を巻き込んでください。いい感じに言いにくいことは私からお伝えしますので、はい、患者さんだけじゃないです、家族の方たちも大事ですし、もういろんなことを話し合える時間が作れたらと思ってます。以上です。ありがとうございます。柏田先生はね、すごくテキパキされてるんですが、実は相撲も大好きで、野球も大好きということですから、そういう趣味の話もいっぱいできるんじゃないかなと思います。頼りにしています。いや、今インフルエンザがちょっと流行っていますけれども、実はなんかインフルエンザって治ると思って全然怖くないと思ってるのはなんかちょっと違っていて、やはり年間に何人もたくさんの方が亡くなっていますよね。で、がんは2人に1人って、私も実際本当に妹亡くしてる、先日おじが大腸がんで亡くなったし、本当にこのがんって怖いなと思ってるんです。でも怖いと思うよりも、やっぱりちゃんと自分で早く見つけて、そしてちゃんと治療をすれば、こんなに医療が発達してる、こんな素晴らしい先生方が一生懸命になって私たちを助けようとしてくれている、そういう人がいるんだ。しかも県やそれからね、病院もいろんな相談窓口があって、だから自分さえちゃんと心を開いて、自分の体は自分で守る、健康は自分で守ると思えば、なんかそんなに怖くないようになるんじゃないかなって、そんな風に思った講演会でした。もう本当拙い司会で本当に皆様にはご迷惑をおかけしました。それから冒頭でですね、私名称を間違ってしまいまして、 NPO 法人キャンサーネットジャパンなるバーと言ってしまいました。それでは古賀真美さんから閉会の挨拶をお願いしたいと思います。